カレン・ブラック・ヒルとは、日本の競争場、守護場。主な勝ち倉に2012年の NHK マイルカップ、ニュージーランドトロフィー、毎日王冠など。場名の意味は冠名に、ネパール原産の知的で勇敢な両犬種より。ゲートが悪く二歳戦は見送られ、年明け1月21日の京都の芝1600メートルの山歳新馬戦で、デビューし、 二着に三場審査、二着と三着の差は、大差という、逃げ切り勝ちをした。二戦目の五百万した特別の拳賞も、降雪で発送時刻が遅れるという事態も影響せず、四角で先頭に立つとそのまま押し切り、追撃してきた西のークイックを封じて二勝目を飾った。初の関東遠征となった、中山のニュージーランドトロフィーでも一番人気に押され、 先行から抜け出して3勝目を重賞初制覇で飾った。一番人気に支持された NHK マイルカップでも、コースタートからの逃げを決め、そのまま2着アルフレードに3馬身2分の一の差をつけて、GI 初優勝。大和メジャー3区、騎手の秋山真一郎、調教師の平田治にとっても、GI 初優勝であり、 また、1998年のエルコンドルパサー以来の、無敗の、かつ4戦目というキャリア最短で、年明けデビュー場としては、初という記録ずくめの NHK マイルカップ制覇でも、あった。日本ダービーには出走せず、5ヶ月の休みを挟み、秋は、毎日王冠から始動して、コバを抑えて一番人気に迎えられ、同世代のジャスタウェイを、首差を抑えて優勝。 デビュー以来の連勝を後に伸ばした。無敗での制覇かつ、シンボリクリスエス以来の3歳馬による縦制覇に、父後聖波までかかっていた、天皇賞は、先行しながら直線伸びず衛進フラッシュの5着に、終わり、初めて土がついた。レース後、秋山は、自分の競馬はできていたが、距離が長かったのかも、と、平田も、距離かもしれませんとそれぞれ敗因を距離に求めていた。 レース後は状態を崩し気味であり、登録のあった年末の香港国際競争は回避して2012年の残りは休養に充てられることとなった。2013年は初戦に数ある選択肢の中からフェブラリーステークスを選ぶ。この選択には想定出走場中に絶対的な主役がいなかったということや秋山が天皇賞の頃から ダートではもっとすごいパフォーマンスを発揮できるかもしれない、と発言していた背景もあった。ダート未経験場による、JRA ダート GI 初制覇がかかり、初、ダートながら一番人気に押されたが、スタートで束を気にして失敗し、3番手には取り付けた、ものの直線では、余力が失われ、ブービーの15着と大敗。自走のマイラーズカップでは、束にマークされ、 バグに包まれながら、レースを進める展開となり、直線で一旦先頭に立つも最後は、外から、グランプリボスとサンレイレーザー、内から、ダノンシャークにかわされ4着に敗れる。続く安田記念は、シルポートの作った、ハイペースの中を3番手で、秋山の意に反して折り合い、直線を向いても反応悪く、ロードカナロアの14着に終わった。安田記念の後は休養し、 前哨戦を挟まずマイルチャンピオンシップへ直行。デビュー以来の秋山から岩田高生へと乗り換わり、レーススタイルも中断に控える形を試みたが、再開の18着に敗れた。レース後は筋肉痛を発症し、放牧に出された。2014年は初戦で半球杯に出走したが11着。続くダービー郷チャレンジトロフィーでは、 コースタートから先頭に立ち、3コーナーで一旦後方に下がるが、インコースから再び伸び、2着カオスモスラの追撃を、首差を抑えて、優勝、2012年の毎日狼以来1年6、ヶ月ぶりの重賞4勝目を挙げた。秋山が、復活したと言っていいと喜び、平田も、死んでいなかったと絶賛した流れで参戦した、安田記念は、 かつて3歳児の毎日王冠で下したものの、その後天皇賞、ドバイターフを主中にしていたジャスタウェイの9着に敗れる。2014年の後半は中距離路線を進み、オールカーマー7着、天皇賞は逃げて9着、金シャチ賞も5着と振るわなかった。2015年は、小倉大賞天から、始動トップハンデの58キロを背負いながらも、 逃げた名将ナルトの2番手追走から先頭に立ち、直線でコスモスオンパークとダコールの猛追を振り切って、重賞5勝目を挙げた。その後は、3K 大阪杯は8着、秋山の落馬負傷で竹豊に乗り換わった、安田記念は7着、中京記念も7着、富士ステークス8着を経て、マイルチャンピオンシップも13着に終わり、 これを最後に11月25日付で登録を、抹消、現役を引退した。以下の内容は、netkeiba.com 及びアビスサーチに基づく。引退後は、優秀スタリオンステーションで、種ボバとなった。3区は2019年にデビューし、5月16日、門別競馬場の JRA 認定フレッシュチャレンジ、認定競争で、 ダリルが勝ち、3区初勝利。7月21日福島競馬場第5レースの新馬戦では、お主なものが勝ち、3区の JRA 初勝利を挙げた。ありがとうございます。